紀元前540から530年頃のアンフォラに描かれたケリュネーアの鹿を捉えるヘラクレース。左はアテーナー、右はアルテミス。ケリュネーアの鹿はギリシア神話に登場する巨大なメジカ。女神、アルテミスの生け物でもある。黄金の角と聖堂の蹄を持っており、矢よりも素早く動くことができたという。この鹿はアルテミスが、 リュカヨン山中で草を食っているのを見つけ、自ら捕まえた鹿である。全部で5頭をり、うち4頭はアルテミスが自分の戦車に繋いだ。残りの1頭は足が速すぎるため、狩猟の神でもあるアルテミスでも捕まえることができなかった。その後、ヘイラーの命令でその鹿はヘイラクレースを試すためにケリュネーアの山中に放された。ケリュネーアの鹿の捕獲は、 ヘイラクレースの十二の工業の一つであった。ヘイラクレースは前の二つの工業を成し遂げたので前回よりも難しい三番目の試練を考え出すのには多くの時間を費やさねばならなかった。そのためエウリュステウスは大いに腹を立てた。そこでエウリュステウスは第三の試練をケリュネイアの鹿を捕らえさせることに決めた。しかしこの鹿は アルテミスの捧げ物なので生け捕りにすること、とされた。ケリュネアの鹿はあまりにも足が速かったため、ヘイラクレースは、丸一年間も、ギリシア、トラーキア、イストリア、ヒペルボレオスを通って、徒歩でメスジカを追い続けた。そして一年後ヘイラクレースはやっと、メスジカが、ラードオン側の水を飲むために止まった時に、やで足を捕らえた。エウリュステウスは、 アルテミスの生け物を捕まえるという試練を課すことによって、アルテミスを激怒させることを望み、ヘイラクレースにこの試練を与えた。メスジカを捕らえ、家路を急いでいるとヘイラクレースは、偶然、アルテミスの双子の兄、アポローンに遭遇した。アルテミスとアポローンは、鹿が殺されていると思い込み、激怒したが、ヘイラクレースが苦行の一環として鹿を捕らえねば、ならなかったこと。 まだ鹿が生きていることを説明し、アルテミスに鹿を絶対返すことを約束すると、アルテミスの怒りは沈まった。こうして、アルテミスにヘイラクレースを罰させるエウリュステウスの計画は、くじかれたのだった。その後ヘイラクレースは無事、無形内につき、第三の試練も無事終了した。その後、この鹿はアルテミスに返されたという。 角の生えたメスジカは当時のギリシアにはいなかったが、この話に出てくるメスジカには角が生えている。これはトナカイを思わせる。そこでイギリスの文学作家、ロバート・グレーブスは、この神話の起源がトナカイのいる北方の古い話ではないかと考えた。ありがとうございます。